動画のデータ管理ってどうしていますか？機会があれば教えてほしいです。教えて死んでよ。どうも、ケイスケです。動画の管理ね、僕とか YouTube やったりもしますし、あとは YouTube やってない方でも映像クリエイターの方とか、あとはまあ最近ね、本当にいろんなシーンで動画使えるじゃないですか。もうね、動画作ったことある人多いんじゃない？どう？あの日常でね、例えばこう旅行に行った時とか、あとはなんだろうな、どっかにね遊びに行った時に写真じゃなくて動画を撮ったりとかすること多いと思います。で、動画ってめちゃくちゃ魅力的なんですよ。あのやっぱりこう写真で見るよりも動画で見た方がこうなんかね、その場のこうフラッシュバック感がすごいというか、まあ、鮮明にね分かりやすく思い出されるっていうところはあって、まあ、動画ってすごいね魅力的だなとは思うんですけども、反面やっぱデータが重いんですよね。だから僕とか最近こう 4K とかで撮ってて、 4K の10ビットみたいな感じで撮ってると、ほんとこうね、この MacBook とかもう一瞬で埋まっちゃうわけですよ。もうすぐパンパンになっちゃうと。で、多分そういうのもあって結構コメントでもらうのが、動画のデータ整理どうされてますというところ、コメントでもらうことが多いです。もう今回はそんな疑問にお答えして、僕なりのデータ管理術、コスパとか効率とかいろんな面含めて、ちょっといろんな方法アドバイスしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてくれると嬉しいなと思います。それでは早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、改めまして今回動画のデータ整理なんですけども、ちなみに写真のデータ整理に関しては別の動画にしてます。ちょっとね、最近あの Google フォトっていうのが無制限じゃなくなったので、去年だったかな、今年だったか忘れちゃったんですけども、無制限じゃなくなったので、まあ容量ができてしまったんですけども、基本はね同じ方法で管理をしているので、ぜひ参考にしてみてください。で、動画の管理ね、あの写真の管理と大きく違うのが、写真ってね、Amazon Photos っていう、もう本当にローも何でもぶち込める容量無制限のね、やつがあったりするんですけども、まあ、残念ながらそれがね、動画にはないっていうことで、まあね、あの本当に管理が大変なんですよ。うん、で、僕なりの管理する方法、まあ一般的ではあるんですけども、まあ、動画の管理大きく分けると、まあ2つ。で、そのさらに2つのうちの片方を、まあ、さらに半分に分けることができて、まあ、大きく分けて3つぐらいに、まあ、分別されるんじゃないかなと思います。僕が言いたいのは、その、まず1個、大きく分けると2つっていうのは、クラウドっていうのと、物理で持っていく方法っていうのがあります。クラウドっていうのは、さっき言った Amazon Photos とかもそうだし、まあ、知ってるところで言うと、Dropbox とか、Google Drive とか、そういうものですね。まあ、対して、こっちの物理っていうのは、ここにね、よいしょ、今用意したんですけども、はい、こちら、ハードディスクだったりとか、あとは SSD ってものになりますね。はい、こういうものになります。まあ、SD カードとか、あとはまあ USB メモリとか、まあ、そういうのもハードの管理方法になるかなと思います。で、まず結論から、僕はどんな感じで管理してるのかっていうとですね、全部使ってます。極論で、今リアルタイムに編集してるものとか、すぐに使いたいよっていうデータはこの SSD に入れていって、で、バックアップ用にクラウドのストレージだったりとか、あとはハードディスクの方を使っています。 HDD ですね。はい、この辺を使うようにしています。で、それぞれどういう特徴があるのというところをちょっと細かく解説していきたいと思います。で、まず分かりやすいところでいくと、ハードディスク HDD ってやつです。まあ、これは要は昔のパソコンとか、まあ、今のパソコンでも使われてるかもしれないんですけども、要はパソコンとかのハードディスクと同じような感じです。で、その物理的なハードディスクで大容量なものって、この今出した HDD っていうものか、あとは SSD って大きく2つに大別されたりするんですよね。もちろん他にも細かいのがあったりしますけども、まあ大きく2つ。で、このハードディスクにもいろいろ種類があったりとか、SSD にも種類があったりするんですけども、大きくこう特徴としては、まずハードディスクは大きめです。こうね、サイズ感も大きいですよね。で、重さもしっかりとあります。なんであんまり持ち運ぶっていう感じじゃないかもしれない。まあ、持ち運べるものもあるけど、うん。で、あとデータ転送の速度もそんなに速くはないです。で、ここまで聞くとデメリットだらけだなとか思ったりするんですけども、まあ、シンプルに安いんですよね。安くて容量が大きい。これ例えば 4TB のものとかだと、確か1万円ぐらいかな、で 4TB ぐらい買えるんですよ。 4TB で1万ってすごくない？ね、僕あの 2,3 年動画やってますけども、全部で 10TB、 15TB ぐらいかな、くらいなんですよ、データ容量的には。まあ、それ考えると2年間3年間で、まあ、3万円ぐらいしか使わなくてもハードディスクだけで運用ができるという形になります。で、対して SSD は非常にコンパクトです。コンパクトでデータ通信も早い。ただ
ちょっとお高いですよね。僕の持ってるのはこのねサンディスクので揃えてるんですね。有名なところで言うとサンディスクとサムスンのところの、ハードディスクじゃないや、SSD が有名なんですけども、まあ、僕は結構このサンディスクのが好きで揃えています。一番早いのがこれで、これねほんと早くて、確か2000メガとか出るんじゃなかったかな。まあ、本当にめちゃくちゃ速い速度で出ます。で、これただこの2テラで5万円ぐらいするんですよ。なんで価格差だけで言うと、容量はこっちの方が倍なのに5分の1だから、価格差で言うと10倍ぐらいの価格差になってますね。すごいですよね。はい、もちろんこっちのねちっちゃい方の SSD とかは安いです。速度がこっちの方が速いって感じで、こういう SSD のメリットとしては、そのねデータ転送速いっていうのはシンプルにこうバックアップが、素早いっていうのもあるんですけども、ここに動画のデータを入れたままこのねパソコンとかに挿せば、ここに入ってる動画のデータをパソコンで編集できるんですよ。普通こう動画データっていうのはもうパソコンのローカル、要はデスクトップとかね、ムービーのフォルダとかに入れて、でそれで編集すると思うんですけども、こっちのね SSD に入れたまま連携することもできます。なんでこういう高速な SSD 買っとくと、本当にこのね MacBook パソコン自体の、容量を増やすのともう本当イコールみたいな感じで使えるんですね。なのでまあやや高いというような形になっています。はい、でねこういう物理的な保存に対してこのクラウドストレージというのが最近出てきてるわけなんですけども、まあ、さっきも言った通りドロップボックスとか、Google ドライブとかいろいろあって、僕は Google ドライブを使っています。で基本ねこのクラウドストレージっていうのは、サブスクなんですよ。月額いくらとかいうふうになっています。で大体はこの容量に対して、いくらとかいう形で払っていますね。うん、で例えばまあ iPhone とかだと iCloud とかもそうだと思うんですけども、 Google ドライブの場合はいくらだっけな、まあ、15ギガまで無料なんだ。はい、まあ、ちょっと価格表を載っけておきます。で僕自身そのドロップボックスとか他のね、まあ、Google ドライブ以外にも、クラウドストレージっていうのはあるんですけども、僕はこの Google ドライブしか使ってないですね。でなんでかっていうと、この Google ドライブってあの法人向けプランみたいなのがあるんですよ。 G Suite っていうのがあって、それが月1360円で契約できるんですね。で確かそんな感じだったと思うんですけど、ちょっと補足です。一点ね、修正というか間違いがありまして、ですね、僕の使っている Google スート、じゃない G スートがですね、サービス終了してました。はい。で、今はですね、この G スートっていうのが変わって、Google ワークスペースというね、名前に変わったみたいです。で、どう変わったかっていうのは、ちょっと細かく僕も見れてないんですけども、大きく変わったところで、無制限のプランがなくなってしまったと。いや結構このね無制限っていうのが僕の中では大きかったんですけども、なくなっちゃってました。でなくなったからといってじゃあ Google ドライブやめるかって言われると、そういうことではないです。そういうわけではないんですけども、まあ、他のサービスと念のため比較してみたんですよね。でドロップボックスとか、あとワンドライブとか、他なんだ、なんだろう、 iCloud とか、Google ドライブかの4つぐらいでちょっと見てみたんですけども、まあ料金的にはそんなに大きくは変わらないです。うん、まあ多少ね100円とか値段が差があるので、ちょっとぜひ調べてみてほしいんですけども、そんなに大きく変わりはなくて、で唯一無制限のプランっていうのがあるのがワンドライブらしいです。これらしいっていうのは僕調べてみたんですけども、なんかワンドライブの中でこう正確にこう公式サイトでこれ無制限ですって書いてるプランが見つからなかったんですよね。ただちっちゃくなんかこうごユーザー契約すると無制限になりますみたいな、なんか一応書いてはあったんですけども、うまくどう契約するのかっていうのが見当たらなくてですね、まあ、なんでどうしても無制限がいいよっていう場合、無制限のプランがどうしても必要だよって場合はワンドライブに問い合わせてみた方がいいかもしれないです。知らないですが、まあ僕はね、僕はいろんなサービス見てみて、まあ月額とかもちょっと比較してみて、結局 Google ドライブ使っていこうかなと思っています。理由はね大きく2つあって、1個はこのデスクトップアプリケーション、ファイルドライブストリームっていうのがすごい使いやすいっていうのが1つですね。でもう1個が Google のサービスって結構ね使ってる人が多いんですよ。例えば Google スプレッドシートとか、ワードの代わりになる、なんだっけ、こう忘れちゃいましたけど、 Google のドックス、 Google ドックスかGoogle Docs とかその辺のサービスを使ってる人っていうのが多いので、まあそれでやり取りがしやすいっていうのもあるので、まあ僕はその2点含めて結局他のサービス無制限なくなったとしても
このね Google ドライブ使い続けようかなと思っています。まあそのデスクトップのアプリケーション、パソコンに入れられるアプリケーションっていうのは多分ドロップボックスとかワンドライブとか他のサービスにもあるとは思うんですけども、結構ファインダーからこう楽にやり取りできるってあんまないんですよね。なんか僕こうファイルドライブストリーム使ってみてすごいそれがやりやすかったんですよ、データのやり取りが。なので個人的なおすすめとしては、まあ、Google ドライブっていうのを押します。まあ、ただね無制限っていうのはどうしても欲しいっていう人はワンドライブ行ったりとか、あとは容量によっても多少金額が変わってくるので、ぜひいろいろ検討してみてね、そこ申し訳ないんですけども見ていただいて決めていただければと思います。ということで補足このぐらいにしといて動画の続きどうぞ。まあ、そういうこともあってクラウドストレージはこの Google ドライブしか使ってないんですけども、まあ、クラウドストレージのそのメリットデメリットで言うと、まあメリットとしてはこういうね SSD とかハードディスクってまあ壊れちゃう心配っていうのがあったりするんですけども、まあ、それが比較的少ないと。まあもちろんねこうクラウドストレージも要は Google がねミスっちゃった場合にボーンと全部データが消えちゃう可能性っていうのもゼロじゃないんですけども、まあすごいね賠償責任とかになったりすると思うんで、まあ、そこら辺のバックアップはかなりしっかりしてるんじゃないかなと思います。あとやっぱネットがつながってないとダウンロードはできないので、こうネットがない環境で使うっていう場合にはちょっとやっぱ向かないっていう感じにはなります。はい、っていうのが3つそれぞれの特徴になります。ケイスケの動画でコスパがいい方法、もう極端に一番安い方法まず教えてくれっていう場合、そういう場合は僕はねやっぱこのねハードディスクのパターンがいいんじゃないかなと思います。で僕のねこのねおすすめしてるこのドックがウェイブリンクってところのドックで、これ2000円ぐらいかな。で上のハードディスクがウェスタンデジタルのブルーっていうハードディスクで 4TB を指しています。これもちろん 10TB とか他のね 8TB とかもあると思うんで、そういうのを指しても OK だし、まあ容量がパンパンになったら差し替えても OK です。でハードディスクとかドックにもいろいろ種類はあって、まあドックはちょっとね差があんまり分かんないんですけども、ハードディスクに関してはこのねウェスタンデジタルのブルーっていうのが、まあ、個人的には結構おすすめで、いろんなねハードディスクあるんですけども、前 C ゲートっていうのを使ってて、それがすごい早く壊れたんですよ。しかも2個買ったんですけども 8TB2 個買ってすぐ壊れたんですよ。まあそれをね、まあ詳しい知り合いに聞いたところをこのねウエスタンデジタルのブルーがいいよということで勧めてもらいました。でレッドっていうのもあるんですけども、レッドはまたね別のなんかレイドっていうのを組むときに使うっていうのがメインらしくて、まあ、レッドの方が信頼性はもうちょっと高いのかもしれないんですけども、まあ、値段も高いんで値段も考えるとこのねブルーあたりがいいんじゃないかなと思います。まあ、ただハードディスクっていうのはどうしてもいくらこういいの買っても衝撃とかにね弱かったりはするんで、もうほんとねドカンという衝撃とかは与えないようにしましょう。はい、で SSD ですね、 SSD に関しては、まあ、コスト面も含めて僕はサンディスクの方がいいと思います。サムスンのとかもあるんですけども、サムスンのとかはちょっとね、外側がアルミなんですよね。これシリコンみたいな感じになっててちょっと衝撃吸収してくれそうだなっていうね、感じがあって、まあ、こっちの方が安心感あるんだと思って使っています。で僕実際これねずっともう2年3年使ってるんですけども、1回もねデータ消えたことはないです。まあ、ただこのね SSD っていうのも静電気とかねバーンって入ったりするとデータなくなっちゃったりするっていう場合もあるんですよね。まあ、それはSD カードとか USB メモリとかも一緒なんですけども、そういった可能性もあるので、まあ、このねシリコンの感じだったらそういう静電気とか起きなさそうなんですけども、まあそういう安排も含めて僕はねこのサンディスクのがいいんじゃないかなと思ってずっと使い続けてます。はい、まあ、ちなみに他のもね使ったことはあるんですけども、まあ別に他のも壊れたとかではないんですけども、シンプルにこのね形状の方がいろいろポーチとかにこうバッと入れやすくて、まあっていうのもあって僕はねこれを使い続けてるっていうのもあります。はい、まあおすすめ。まあ、リアルタイムで例えばねこの中にデータを入れて、動画編集するっていうのであれば、まあ、正直1秒間に1000メガぐらいデータ転送ができれば、まあ、十分っちゃ十分だと思うんですよね。なんで僕のねこの持ってる2000ぐらいのはいらないかもしれないけども、まあ、まあデータ転送できるのが早ければ早いほど絶対楽なんですよ。ほんと動画とか500ギガとかねすごい容量になったりするんで、それを一気にこうバッて転送してる時に全然転送速度が違うとストレスも違いますんで、まあ、SSD はこの辺がおすすめです。クラウドストレージはさっきもご紹介した通り、G2 とか、まあ、Google ドライブ自分で契約してもらってもいいんですけども、その辺の Google ドライブを契約してもらって、まあ、ファイルドライブストリームで管理するっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ケイスケの動画なんでごめんなさい、ちょっとそれちゃったんですけども、まあ、パソコンの容量がちゃんとあるのであれば、まあ、バックアップにこのねハードディスクを使うだけっていうのが一番コスパ高いかもしれない。でただ僕はねデータこう並行でいろんなデータを管理するとかもしてるんで、このバックアップとは別にこのね
SSD っていうのを、まあ、リアルタイムで動画編集する素材をねここに入れるようにしていて、でさらにこのハードディスクと同じバックアップ念のため、クラウドにバックアップをしているという感じになります。あとそのパソコンとかをね買い替えるときに、あのクラウドにねデータを全部上げとけば、まあ、パソコンを新しくねこう買って、そこにねもうクラウドからピッてダウンロードしてくればいいだけなんで、それも楽です。まあ、もちろんあんまこっちとも変わんないけど、はい、まあ、その辺いちいちデータをね移したりしなくても常にねそこに全データあるっていうのが楽かなと思います。はい、という感じでいかがでしょうか。僕なりのデータ管理術ご紹介いたしました。まあいろんなねデータ管理の方法あるし、自分のねこうなんだろう費用感とか、こう予算とかね、その辺に合わせていろんなもん買ってみてもいいかなと思います。でまあ一例として僕の方法も紹介してるんで、ぜひ興味があるという方はね、一応ね僕がもう使ってるものに関しては概要欄の方に貼っておくので、ぜひチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで今日の動画はこの辺にしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。